皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日はシャインマスカットの飾り切りの切り方をご紹介したいと思います。今日は2種類ご紹介していきたいと思います。でまず1つ目は花柄に切る方法をご紹介していきます。では早速やっていきます。シャインマスカットですね、この状態、丸い状態からギザギザに入れていきます。なるべくあれば、まあちっちゃいペティナイフがあればやりやすいかなと思うので、ペティナイフでなるべく中心の方までぐっと奥に行くように、このようにギザギザに切っていきます。でシャインマスカットは皮ごと食べられて種がないので、この切り方で切るととても可愛く仕上がります。で、まあ、ちょっとシャインマスカットの鮮度によって皮がふにゃってなっていると切りづらいと思いますので、なるべくこうパリッとした実の鮮度のいいシャインマスカットを選んでいただくとよろしいかと思います。はい、ぐるっと一周できました。でこうやって開いてみます。でこのようにこんな感じで綺麗なお花に仕上がります。デザートとかに丸ごと乗せてもいいんですけれども、こういった感じでぐるぐると一周花柄にしていただくことで、一気にちょっと華やかさがアップして可愛いかなと思います。はい、では次に、よくリンゴで見られるような葉っぱ型に切っていきたいと思います。まず最初に半分に切ります。これもペティナイフがあればペティナイフでやっていただくといいかと思います。で次にこう縦向けにしまして、今度こう斜めに、中心に向かってこう斜めに切ります。その時に切り落とさないように注意をしていただいて、よいしょと、こんな感じですね。でこれ一番下の部分になっていきます。で次に今度もう一回この斜めに切ります。で切れましたね。はい、この部品としてはこの3つの部品になっていきます。で合体します。はい、こんな感じでほら、かわいい葉っぱになりましたね。はい、こんな感じですね。2種類のね、葉っぱ型と花型っていうことで、同じシャインマスカットから2種類の綺麗な飾り切りができますので、ぜひお家でフルーツの盛り合わせだとか、まあ、パフェとかタルトを作るときにこのように切っていただくと、こう華やかさがアップするのではないかなと思います。はい、今日はシャインマスカットの飾り切りの仕方をご紹介しました。チャンネル登録よろしくお願いします。